時を超え語り継がれる儚くも美しい石神井の物語。豊島康恒公が治めたこの石神井の地は繁栄を極め、領民たちも不自由のない生活を送っていたのです。豊島家の娘として生まれた照姫様はご両親の深い愛情に包まれ、聡明で美しく誰からも愛され幸せに暮らしていました。繁栄を祝い、うららかな日差しを浴びながら力強い舞を披露いたします。以上とこの土地に暮らす人々の幸せを祈り、華やかに踊ります。
姫様お出まし。
道館率いる軍勢は関東各地で他を寄せつけず、圧倒的な強さを発揮して勝利を重ねていくのでした。の軍勢も力尽きて、太田道館の軍勢に敗れてしまったのです。皆の者、心より礼を申す。よくぞ戦ってくれた。どうやら別れの時が来たようだ。皆の者、よく聞くがよいぞ。豊島安常は石神井城と共に梅雨と消えよう。
までの者に別れを告げる安常公は、豊島家に伝わる家宝の黄金の蔵を白馬の背に置き、三方寺池に身を投じたのでした。燃え盛る炎の中、この惨状をご覧になった奥方様と照姫様も豊島安常公の後を追われました。運命9年4月の出来事でした。戦国乱世に翻弄された石神井城の物語は今に伝わります。ご来場の皆様、我らがふるさとに伝わる石神井城の物語、照姫伝説の舞台、全身全霊で演じさせていただきました。お楽しみいただけましたでしょうか。記念撮影を行います。準備が整いますまで今しばらくお待ちください。準備の間、皆様にお願い申し上げます。はじめにオフィシャルカメラマンの撮影を行います。正面後方にいますオフィシャルカメラマンの前を塞がないようお願いいたします。オフィシャルカメラマンの撮影終了後、ご来場の皆様の記念写真の時間とさせていただきます。その際、三脚を使っての撮影やお席の上に立ち上がったり通路を塞いだりなど、周りの皆様へご迷惑となる行為は行わないようご協力をお願いいたします。準備が整ったようですので、はじめにオフィシャルカメラマンの撮影を行います。皆様、今しばらくお待ちください。